ジュニアヘビー史上初、10度の防衛を達成した王者石森泰治。しかし 1.25 大阪6人タッグでローマーシー原田大輔にまさかのコール負け。試合後、原田は石森への挑戦を表明。次、俺が行かせてもらうぞ。2014年、念願のノーマーシー入り後、好調をキープする原田がタイトル獲得に弾みをつけるのか、それとも石森が王者のプライドで原田の勢いを止めてしまうのか。第1試合、GHC ジュニアヘビー級選手権前哨戦、石森泰治熊野仁志組対原田大輔平柳現場組。お待たせいたしました。第一試合 GHC ジュニアヘビー、東京水道橋後楽園ホールです。そんな雪の中、オープニングマッチから前哨戦です。オーパーメクシスター、ザ・セカンドナビゲーション2014開幕戦 2.8 後楽園ホール大会です。第1試合は30分の一本勝負、 GHC ジュニアヘビー級選手権の前哨戦です。これまで10度の防衛に成功、現チャンピオンの石森泰治です。いつもの黄色いコスチューム、外は大雪、非常に寒い、その外の外気を吹き消すかのような熱いパフォーマンスが行われています。去年の1月に全日本の近藤修司からベルトを奪ってから、小峠やマルビン、またスペルクレイジーや原田大輔、10度の防衛に成功している GHC ジュニアヘビー級過去最強かもしれません、石森泰治。今日は熊野仁志と組んで原田大輔、また平柳現場、前哨戦が行われます。先日は相撲部屋で稽古を積んでいくと話すこの石森泰治、今日は原田大輔相手にどんな試合展開を見せるのか。黄色い紙テープが舞う水道橋後楽園ホールです。続いて、明日デビューから1年を迎えます。この1年間ノアファンの声援を受け続けた男、熊野仁志です。去年1年間は丸藤や健太とのシングルマッチもありました。また原田大輔と組んでの熱い試合もありました。今雄たけびを上げた熊野仁志、明日でデビューから1年、声援を背に受けます。さあ、そしてこのオープニングマッチ前哨戦、石森泰治相手にどのような試合を見せるのか、ノーマーシーの2人、原田大輔と平柳現場です。原田大輔は去年の11月に一度石森泰治の持つベルトに挑戦しています。しかしこの短いスパンで2度目の挑戦、 3.8 東京有明コロシアム、石森泰治にとっては11度目の防衛戦、原田大輔にとっては2度目のタイトル挑戦ということになります。今姿を現しました。前哨戦でこの原田大輔、石森相手にどのような動き、手の内を知った相手にどこまで自分のプロレスを見せるのか。インサイドワーカーの平柳現場、そして石森の待つリングの中に前哨戦、原田大輔が頭と頭を突き合わせました。一触触発です。さて、放送の解説は佐久間和彦さんです。はい、よろしくお願いします。今日はもう外は大変な大雪になりましたね。そうですね、ただね、こうやっぱそれを、ね、吹き飛ばすような熱いファイトをリング上期待したいですね。はい、まあ、チケットをお持ちにもかかわる、おっと、今マイクパフォーマンスも始まっていますが、前哨戦はこれは石森と、お前ら全員の気持ちはよくわかってるな。今日はチケット代分
俺の壺を開けて帰りなさい。前哨戦にもかかわらず、まずは平柳のマイクパフォーマンス。なお、チケットをお持ちにもかかわらず、雪の影響でホールにご来場いただけなかった方は、振り替え観戦が可能ということです。詳しくはノアのホームページでご確認ください。さあ、佐久間さん、前哨戦です。はい、そうですね、まあ、やっぱりこれ原田の方としては2度目の挑戦になりますし、前回がね、はい、もう11月ですから、それから短いスパンでの挑戦なのでね、もうここで負けたくないという思い非常に強いでしょうしね、はい、石森としてはもう1年守ってきたベルトですから、それをね、こう簡単に手放すわけにいかないですよね。はい、先発は石森と原田、まさに 3.8 東京有明コロシアムでタイトルマッチを控える2人でスタートしたこの2.8 後楽園ホール大会。今組み合った、押し込んでいくのはどっちだ。パワーは自分の方が上ではないか、そう話していたのは石森。ただここはどっちだ、バックを取った。2度目の挑戦になります原田大輔、腕を取っていく石森太一。ここまで10度の防衛に成功、1回転原田腕を取り返す。チャンピオンの石森、軽快な動き、腕を取り返す。さあ、ロープに振る、振ったのは原田、どうだ、加速してかわした、投げていったのは石森太一。さあ、石森飛ぶか、場外の原田に対して、ここはトペのフェイント、スッとリングに戻ってきた原田、ラリアットかわしてトラースキック。ここも見ている、緊張感のある立ち上がりになりました。佐久間さん、両者気合入ってますね。そうですね、まあ、やっぱりこう今ね、手探りのような感じですけど、お互いの動きはもう完全に熟知し合ってるという印象を受けましたね。はい、ここは平柳が必要に青コーナーからタッチをしろと。ただこれは石森と原田の重要な前哨戦でもあります。ただここ原田タッチをかわしました。佐久間さん、原田が試合前話していたんですが、はい、今回の前哨戦に関してはやはり全てを出し切りたくない、手の内を全ては明かしたくない、そんな話をしていたんですよね。はい、うん、そうですね、まあ、この前哨戦なのでね、あまり手の内を見せたく、新しい武器があるのであればやはり見せたくない部分もあると思いますし、はい、まあ、やっぱ勝ってね、先手を打ちたいというところもあると思いますけど、原田はあえてこう引き出しを開けないという方向を選ぶということですよね。まあ、大阪の時に使っていたけれども、まあ、東京に来て使っていない技もあると、うん、そう話していた原田です。そしてリング上は平柳と熊野。佐久間さん、そして熊野も明日でデビューから1年ということになるんですよね。ドロップキック。そうですね、まあね、デビューしてすぐですけど、去年はね、タッグの JH ジュニアタッグのベルト挑戦も経験しましたし、はい、非常にこの1年でね、こう成長したと思いますね。この1年間ドロップキックの精度は上がったんではないかと、そう話していた熊野。先ほどもドロップキックを見せて、原田は石森に突っかかっていきました。試合の権利は原田と熊野。打撃戦ですが、ここは引くことなく熊野も返していく。やっぱりここね、次のチャレンジャー原田ですから、そこに、ね、はい、熊野食いついてって自分も存在感アピールしたいですよね。ただ佐久間さん、1年間で熊野体つき変わりましたよね。そうですね、こう状態は非常にね、大きくなった印象を受けますよね。ここは倒していったのは原田。ただ佐久間さん、驚くことに体重はそこまで熊野変わっていないということで、まあ、1年間で 1.5 キロぐらい、はい、74キロから 75.5 キロぐらいと、体重はそこまで変わっていないんです。体重を増やすことが課題ですとも話していました熊野です。なるほど、まあ、やっぱりこう、ね、肩周りとかやっぱ大きくなった印象を受けるので、筋肉量は、ね、その分大きくなっていると思いますので、はい、まあ、これやっぱりね、どんどん体も大きくなってきたらチャンスはどんどん増えてくるでしょうね。まだ初勝利がないという熊野、次なる1年間、熊野初白星となるんでしょうか。やっぱりこのね、初白星っていうのもすごく大事だと思うんですよ。成長する上では、まあ、1回勝ったっていうね、はい、経験を得ることによってその分成功体験を得るわけですから、そうするとさらに飛躍するチャンスがあると思いますから、はい、2年目の今年はね、もうどんな形でもいいんで、まずはね、1つ勝利っていうのをね、熊野には取ってほしいですね。はい、ここは熊野、そしてまた原田が入ってきました。石森はここまで、まあ、先発で出たものの、赤コーナーのじっと何か原田の動きを分析している、そんな目つきを見せています。ちらっとね、原田の方も今石森を見ましたよね。はい、まあ、意識はしてるでしょうね。まあ、石森と原田、まあ、石森の11度目の防衛戦ということで 3.8 東京有明コロシアムでは
GHC ジュニアヘビー級選手権試合が行われます。石森が11度目の防衛なるか、それとも原田が初体感かという重要な一戦を控えている両者。ただ原田はここはフットスタンプ強烈カバーに入る。ただ石森は助けに行こうとはしません。なんとか返したのは熊野。熊野に対しては温かい声援が送られます。またどうやらチラッチラッと石森の動きを確認している原田。ただ青コーナーの原田平井組は非常に警戒をタッチを交わしていく、まあ、そうですね。原田の方としてはやっぱ戦前にもあまり手の内を見せたくないということを言ってましたから、はい、これはねあえて石森と絡まなくてもいいという判断はありますよね。なるほど。熊野の方を仕留めてしまって、ええ、まあ、自分の手の内を出さずに勝てればそれはそれで原田としては狙いを、ね、果たしたことになりますからね。なるほど。前哨戦の、まあ、そういった方法もあるということなんですよね、はい、この後原田と石森の絡みはあるのかどうか。平柳は熊野に突っかかっていく。おっとこれは握っているか。インサイドワークが得意なこの平柳玄馬、先ほどはマイクパフォーマンスもありました。さあ対角線に振る。何を見せるか。おっとここはツバをかわして、おっとしかしドロップキックをかわした平柳。ここは熊野もよく判断しました。ただ再び捕まる。おっとないですよ。あっと至近距離、そしてブレンバスターか、こらえる熊野。ここで投げられてしまうと一気に原田平柳ペースということになってしまう。ここは少し会場から熊野コールのが大きいか。さあ熊野投げていった、ブレンバスター勝ちたいですね。さあどうだ、石森も手を伸ばす。ただ原田がここで石森を落とす、タッチはさせませんでした。ただ佐久間さん、確かにこの原田と石森直接は絡んでないんですよね。そうですね、最初だけですからね、えー、まあ、やっぱりここまではノーマーシーサイド原田のサイドの狙い通りかもしれませんね。はい、見つけた。そしてドロップキック、今のは良かったですね。さあ熊野手が届くかどうか、あともう少し、今届いた。さあ石森がスワンダイブ式のミサイルキック。そしてこの両者前哨戦、まずは蹴りを見舞った石森、串刺しでダブルの2位、そしてリバースでのフットスタンプ、軽快な技。これまで10度の防衛に成功している現チャンピオン石森泰治、どうぞ。さあ何を見せる。膝を落としていった、カバーに入る。原田大輔は今場外で、まあ、このリング上の動きを確認しているでしょうか。あ、今青コーナーにいます。ただここはドロップキックで熊野がカットです。さあ捕まったのは平柳玄馬。平柳もなんとか逃げました。まあ、この石森泰治も次が11度目の防衛、落とすか。このあっと、しかしここは反則ですね、急所ですね。はい、これはいけません。平柳、そしてそのまま投げていった。これがあります、平柳玄馬。前哨戦などお構いなし、いつものリズムで平柳は自分のプロレスを展開します。さあしかしここで飛び越えて1回転、おっと原田も飛んでいった。スピードが増していく。アームホイップ投げていった原田大輔。この巡っての戦い、来月有明コロシアムで行われます。原田が初体感か、石森が11度目の防衛か。さあコーナーに据えつけてどうする。おっと、なだれしきれ投げていった。まだいきますよ、このまま離しません。もう一度前に落とした。さあどうだ、石森もなんとか返していきました。やっぱり今のね原田のファイト見てるとすごく自信を感じますよね、はい、なんか3ヶ月前ですから挑戦したの、そこまでね技術的な部分だったり体力的な部分に変化があるとは思えないんですけど、まあ、ノーマーシー入りしたこともあって、すごく気持ちの部分の充実を感じますね、はい、石森さんは本当にうまいレスラー、自分が勝てるのは気持ちだけかもしれない、そう話していた原田ではありますが、
ここは気迫を見せていく。ダラン、カウンターでトラスキック返した。ローリングのエルボー、原田も返していく。さあどうする、持ち上げて、おっとデスバレー落としていった。今のも角度きついですね。どうだ、おっと石森大丈夫か。前回はラリアットとそしてレボルシオンの前にタイトルマッチ敗れました原田大輔。ダイビングのエルボー、完璧に入りました。さあ返せるか、熊野がなんとか入ってきた。平柳は抑えつけられませんでした。さあただリング上は原田と石森、前哨戦です。さあ原田、ここで片山ジャーマンですね。はい、吹田市の片山町の出身。おっと、しかしかわした、ロープに触れ、このまま戻ってきて、しかしそのまま捕まえて、どうだ、このまま落とすのか。着地しましたよ。おっと、ここは石森こらえた、強烈な蹴り、今度は原田返せるか、なんとか返した。形勢逆転、最後は石森何を見せるか。前回はレボルションで勝っている。ただここは原田腕を取り返して、逆ですか、逆に、おっとどうだ、今レボルションでしょうか。そうですね、狙いましたね。あー強烈な蹴り、そしてバックを取る、石森も取り返す、丸め込んでいった、ね、どうだ、カウント3入った、取ったのは石森。11分後の大水スープレックスホールド、あっという間の出来事でした。ここは石森がうまかったですね。この表情は原田大輔、あっという間に試合が決まってしまいました。ただ、はい、佐久間さん、原田大輔、あれレボルションでしたかね。やりましたね、あれはちょっと石森もヒヤッとしたかもしれませんよね。何か冗談でタイトルマッチに向けて450スプラッシュ出しますよと、まあ、石森の得意技がありますが、話していた原田。石森のレボルシオン、これは石森もおそらく仕掛けてきたな、そんな思いあるかもしれません。ただ、まあ、そうですね、はい、原田の表情的には落ち込んでいるようなところはないですよね。そうなんですよね。試合前、手の内全ては明かしたくないと話していた原田。必ず勝たなければいけない、そういった気持ちがあったわけじゃないのこの原田です。原田も何か満足げなそんな表情を浮かべて、来月のタイトルマッチ石森に対して2度目の挑戦を迎えます。ただ佐久間さん、石森は、まあ、次勝てば11度目の防衛、はい、ノアのジュニアのチャンピオンだったら石森ということになってきましたよね。そうですね、やっぱりこの長期政権を、ね、もっと続けてもらいたい思いもありますよね。3.8 有明コロシアムではタイトルマッチが行われます。前哨戦では石森泰治に軍配が上がっています。